あの、こいつね、あの、いまだに潰れた法人の名義使、明治の名義の口座使ってるんで、僕も明日、あの、通報入れときますけど、ここに通報入れてもらえるとね、皆さん、あの、結構振り込んでる人多いみたいなんで、ここに通報入れるとね、あの、そこ、口座凍結されますんで、今、ちょっとした怪しい動きがあったり、あと、ここにもう法人ないですから、ここに法人ないんで、ここに皆さん、通報入れてください。こちらです。三菱 UFJ 銀行、渋谷支店、普通口座の4070531、株式会社稲村久志事務所、こちらに通報を入れてください。要は、三菱 UFJ 銀行の渋谷支店の、ここにね、実体のない会社に口座作らせてるのかと。ね。実体のない会社に、口座作らせてるのかと。で、ここ、もともとレンタルオフィスでもうないんです。実体もないです。登記取ってみましたけど、実体も何もないです。もう存在しない会社で、三菱 UFJ 銀行が、口座がある時点でおかしいんです。これ今でも使っております。ね。昔のね、事務所ですね。はい。これ皆さん通報ですよ。通報。通報です。特に、振り込んだことある人、通報ですよ。通報です。振り込んだことある人は通報ですよ。大丈夫ですか？うん。ね。これ昔だから作れたんですよ。昔だから作れたの。セルリアンタワーの15階。セルリアンタワーの15階ね。ね。レンタルオフィス。もうないよな。セルリアンタワーの15階のレンタルオフィス。もうないですよ。はい。ということで、はい。私、高島屋の焼き鳥食べてきますね。はい、うん。これね、皆さん通報よろしくお願いします。730人見てるんで。よろしくお願いします。稲村久志事務所。何十年、何年前よ。十数年前だろ。十数年前でよくね、よく税務申告もしてないでこの口座に入れさせてたよな。よく入れさせてたよな。まあこれ余談ですけどね。